幹部の筆頭だった久瀬に代わり、堂島組若頭補佐、太平一家組長、阿波野博樹が新たに台頭していた。阿波野は立花不動産が持つ空の一坪の情報を奪うべく、桐生に立花の身柄を引き渡すよう迫る。かたくなに要求を飲まない桐生に対し、阿波野は堂島組を挙げて包囲網を狭めていった。桐生は兄弟分である錦山の助けにより神室町を脱出するが、その錦山とも決別を余儀なくされる。東条界最強といわれる堂島組との対立が深まる中、それでも神室町へと戻っていく桐生。そこには桐生の首を狙う強大な力とわずかな仲間とが待っているはずだった。いたぞ、俺ら。キリュウじゃねえよ。うわ、この野郎、紛らわしいなりしてんじゃねえ。キリュウじゃねえ。こいつ見たらすぐに知らせろ。いいな。はい。遅くなりました、桐生さん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がせろ、おめえら。後にしましょう。
車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。織田、この町にもわずかですが途上界の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。どうかしたのか。おい、立花。社長、しっかりしてください。社長。